ジークンドーの継承者として世界各地で指導している中村頼長にジークンドーの概略と5つの戦術について解説実演してもらった。ジークンドーというのは相手の攻撃を遮る道なんですが、この遮るというのをジートと言います。でジートというのはインターセプト、相手の攻撃をストップするという意味なんですが、ブルースリー先生は強い方の足手を前に置く右リードの構えを取ります。基本的にですね。でほとんどのスタイルっていうのは強い方を後ろに置きます。こういう感じですね。でブルースリー先生は利き手利き足を前にします。でここでですね、例えば相手がフック打ってきます。それをブロックしてから打つ方法っていうのもあります。いろんな格闘技に、あるいはボブウィーブで避けてから透かしてから打つというやり方もあります。しかしジートというのは打ってくるのを止めます。バイセップあるいはショルダーで止めます。これはジートです。もう少し進みますとジートとともに打ちます。ストッピングと攻撃を同時にします。これをリンシール台打と言います。もう一歩進みますと相手が打とうとした瞬間にヒットします。あるいは面狙ってもいいですね。キックも同じです。止めます、あるいは止めます。靴を履いてますから、路上のストリートファイトですから靴で止められると相当痛いです。もう一歩上に上がれば相手が蹴ろうとした瞬間に攻撃を持ってストップします。これがジーダです。これが簡単に言うジートの説明です。この位置からですね、相手の引きに合わせてズドーンと入れます。こういう技です。でこれはですね、もちろんこういうこともできます。相手に来るのに合わせてカットインでドーンと入れる方法もあります。あるいは相手が打とうとした瞬間にポーンと合わすのもあります。これもすごい理論にのっとってやってるんですが、通常ですね、相手ボクサーなんかはこう左拳がこう正拳ですね、横拳になります。まあいろんな格闘技こういうになりますね。でブルースリー先生の、前の強い方の拳よく見ていただければ分かるんですけども、縦拳になっていることがほとんどです。もちろん横拳もあるんですけども縦拳使います。理由がありまして、要するにジークンドーというのは相手の攻撃を遮る道ですから、相手の攻撃がもちろん出ようとした瞬間にドーンってやっちゃうのが一番いいんですが、万が一それが交差してもですね、縦拳ということは肘が下向いてますから、相手と交差しても相手は横向いてますから、私は下向いてますから相手のパンチはこう反れます、横に。だけど私のパンチはまっすぐ入るんです。もう一回ゆっくりやりますとこういうふうになるわけですね。これ両方横でやりますと私も当たる相手も当たる。もう一回いきますね。横でやると相手も当たる私も当たるになっちゃいます。縦でいくと私の当たる彼のは反れるになります。前に出てドーンと前足で攻撃してくるんですね。でその瞬間を狙ってパン攻撃をパン合わせてしまう。特徴的なのはですね、ブルースリー先生はあの右強い方を前に出してますから、こちらからなこうあんまりこういうふうに行く、右の後ろ回し行くっていうのはさほどないです。こういうふうにやっぱり構えてますから、やっぱり使うのは左の足になりますね。その時に右の足をステップさせて蹴るんでなくて、そのまま状態でノーステップで蹴ります。ブルースリー先生の、足あるいは体をこう狙ってくるわけですね、前足で。それに対して、こちらをこう受けてから何かをやるっていうんじゃなくて、その標的となるものを避ける、あるいは相手の攻撃が自分に届く前に攻撃を持ってストップしてしまうっていう、アタックバイドローイングです。まずですね、ブルースリー先生はボディにパンチを入れます。ドン。それに対してボブ・ベイカーは遅れて反応します、受けようと。でもう一回こう出すんですけども、ボブ・ベイカーは下だと思ってまた下をさばこうとするんですけど、ブルースリー先生は上をドンと打ちます。これが段階を追った間接的な攻撃になります。その前に一回ここにドーンと入れていくっていうのが重要ですね。ドーンと強いのを入れておくと彼はここに当てられてますから、もう一回こうやった時点で、ここに来るということで相手の左手が反応する、下がる、こっち側が開く、そこにズドーンと入れるっていう風な感じですね。これは PIA 戦術です。
これはですね、フィンガージャブと言います。指によるですね、目つき、これフィンガージャブなんですけども、これを途中で止めるわけですね。そうすると相手はこっちに気が行きますから、こっちに気が行ったところ下をドーンと蹴る、そこで反発を置くわけですね。でこの出し方もそうなんですけども、実際こう打つ場合はビルジーとこういうふうに出すんですけども、相手に印象付けないといけないので若干手のひらを見せるように出したりします。こうでなくてフェイント出す場合はこういうふうに出す場合が多いです。ちょっと曲がってます。で出しといてワンツーで蹴るんでなくて、こういうふうに上を出してこういう下を蹴ります。ハイキックも同じです。こっちに印象付けといて上を蹴る、こういうふうになります。これが段階を追った間接的な PIA 戦術です。こういうふうにですね、実際こう当てるつもりでズドーンと伸ばしてからポーンと蹴れば、これは1つ目の攻撃、2つ目の攻撃になりますから、コンビネーションになりますね、連携になります。これはコンビネーションで出す場合はアタックバイコンビネーション ABC 戦術と言います。いわゆるトラッピングと呼ばれるものなんですが、トラッピングというのは罠にかけるということなんですが、まず相手のこの自分のパンチを当てるために相手の手が邪魔ですから、それをのけるわけです。もちろんこれは押す方法、下げる方法、引っ張りながら下げる方法、いろいろあるんですが、モエドラゴンでは引っ張りながら下げます。で自分の直拳をですね、トーンと入れてこう引くわけですね。これ肘打ちに見えますけども、実は直拳です。でそれを2回やりますね。2回ドーンと入れます。で3発目はボディを狙います。そうするとボボールは受けます。その受けた手をまたはたいてグワチョイですね、裏剣を顔面に打つんですが、ボボールが受けます。受けたのでそれを近い方ですね、こう上を越えるんじゃなくて節約された動き、エコノミーモーションというんですが、掴んで引っ張ってドーンといきます。でこれは引っ張ることによってこっちの効力をなくしながら裏剣を打つんですが、こういうふうにクロスにしてドーンと入れるやり方にもあります。例えばこういうふうにやるやり方と、落とすやり方ですね。自分がこう攻撃を出すんですが、まあ、相手がブロックなり何なりさばいたとします。でこれはまるで詰将棋のようにですね、自分が攻撃をする、そうすると相手がまたそれに対して反撃をする、それを私がまたかわして次の攻撃をする、どん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 詰めていくわけですね。で最終的に相手の手を固定してしまって自分の攻撃を加えるという、そういう戦術です。相手がパンチ打ってきます。受けた、こういう小さ音と呼ばれるですね、英出拳独特の練習法があるんですが、ここからの HIA をちょっとやってみます。こういう感じですね。詰将棋にトン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 といって、最終的に相手の手を不動の状態にして自分のパンチを打ち込みます。